アンさんとすか。みっともない姿見られてしまいましたな。リュウジの妹はどないした？タイガーベスパモンの力を借りて店の倒壊からはなんとか守ったんですが、その後のことは何も覚えとらんのや。特別治療室で治療を？怪我はしとらんと思うだが。ほうか、確か妙な病気を抱えとるんやったな。フーディへの倒壊な、あれはリュウジの仕業や。あいつの狙いはワッチやった。ワッチがあかんかった。夕ご飯の名前を出されて頭に血が上ってしもうて、話もよう聞かずに攻撃してしもうたんや。そんであの男のデジモンが急激に進化を始めて、しもうた。恥ずかしゅうて夕ご飯の顔まともに見られへんわ。それは間の悪い時にお見舞いに来てしまいました。夕、でもこの顔なので大丈夫ですよね。はい、もうこと言うて、ほんといけずやわ。お久しぶりです。彼女をあまり責めないであげてください。三島隆二の暴走はアンダーゼロで、岸辺理恵の企みを阻止できなかった私に責があります。ザクソンを代表して謝罪します。ごめんなさい、まだ気づいていらっしゃらなかったんですね。実はザクソンのユーゴは私なんです。神城を内外から守るために関係者としての顔と一人のハッカーとしての顔を使い分けていたんです。アバロンサーバの件ではお世話になりました。あまり深く考えないでください。今の私はオムライスをご一緒した神城優子です。お詫びと言ってはなんですが、三島エリカさんの件に関しては心配しないでください。私の方で継続して治療を受けられるよう取り計らっておきました。今私は神城の社長代行のような立場にあって、ある程度の権限の行使が許されているんです。聞きました、彼女の特殊な病気のこと。そのために岸辺理恵と三島隆二との間に密約があったことも、人の命を計りにかけて汚れ仕事をさせるなんて絶対に許されることじゃありません。神城にいながらあの人の悪行に気づくことができず、本当にすみませんでした。これはそのわずかながらの罪滅ぼしです。優子はん悪うない。岸辺は優子のアバターを使って優子派の行動すら自分に都合がいいように操っていったんや。ああ、思い出しただけでも腹が立つ。罪あったら必ずわっちの手でズタボロにしたるわ。ありがとう、メイ。でも今は怪我の治療に専念してください。あなたが後ろにいてくれないとなんだか落ち着きませんから。ご飯。
ういう関係なのかですか。何妙なことを聞いてはるんや。わっちの言うご飯はただの、ただの、その、そうですね、改めて聞かれると私も適切な言葉が見つかりません。あなたはどう思いますか。私たちの関係を既存の言葉で言い表すのは少し違う気がします。うまく言えませんが、フェイは私にとって大切な人、そんなところです。これで答えになりましたか。ユーコくん、神城はエデンは私の父が作り上げたものなんです。私にとってエデンは今は亡き父と不治の病から目を覚まさない兄との思い出の場所です。その場所を守るのが私の使命なんです。それにリエさんは手のひらの上で踊らされていたとはいえ、ユーゴとして関係を築いたあなたたちも今では大切な仲間。岸辺理恵のことはあとは私に任せてもらえませんか。彼女は私の大切な場所や人をたくさん傷つけました。だから私が自分の手で決着をつけたいんです。彼女の野望はまだ続いています。東京を襲う怪現象は全て彼女が仕組んだもの。このままではきっととんでもないことになる。でもそんなこと絶対にさせません。彼女の野望を阻止し、これまでの罪を償わせる。私が、私たちが。ありがとうございます。すべて解決したらまたオムライスご一緒してくださいね。エリカ全然目を覚まさないの。ずっと治療を受けてなかったのもあるだろうけど、やっぱりリュウジのことがショックだったんだろうね。ねえ、私たちこれからどうする？うん、そうだね。エリカだって目を覚ましていたらきっとそうするよね。よし、そうと決まればくよくよしていられないね。まずは新しい拠点を作らないと。この病室ネット環境が揃ってるし、 PC があれば仮の拠点にはなるんじゃないかな。どこかで買ってくれば。エリカは私が見ているから。
したの？え？エリカ？目の前で寝てるけど？おかえり。エリカが目を覚ましたよ。ここどこ？お兄ちゃんは？そっか、フェイが私を助けてくれたんだ。神城の偉い人がエリカの治療も工面してくれるって。よかったね、エリカ。うん、でもおとなしく治療なんて受けていられない。お兄ちゃんにはもう時間がないと思うの。店で会った時、お兄ちゃんはあのデジモンに影響を受けてるように見えた。うん、お兄ちゃんがあのデジモンに影響を与えているのかも。あのデジモンが突然進化したのも多分そのせい。これ以上長引けばきっとお兄ちゃんは帰ってこれなくなる。そんな気がするの。でもだからってどうすればいいの？リュウジには私たちの呼びかけは全然届かなかった。エリカだって無理だったのに。これ以上、やっぱり最初の計画を進めるしかない。お兄ちゃんを正気に戻せるのは千歳しかいないんだよ。私たちにできるのは何とかして千歳の意識を取り戻させることだけ。千歳の声ならきっとお兄ちゃんに届く。そう信じるしかない。そうだね、今はそれしかできることないもんね。私もお手伝いするよ、エリカ。スエドーからもらった論文解析するんでしょ？うん、あの人は手がかりはあの中にあるって言ってた。論文を読み解けばきっと何か千歳を起こす方法が見つかるはず。それならすぐ始めなくっちゃ。ねえ、 PC 買ってきたんでしょ？つないでつないで。何か変わったことはなかったって？そういえば妙にリアルな夢は見たかな。君と一緒にいて、あとは覚えてない。それが何？
Thank you.
開始だ。Thank you.
みんなのおかげだよ。
しだ。みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。なんとかなったね。みんなのおかげだよ。
人の子か。何用だ、早々に立ち去れ。邪魔をするなら命の保証はしない。ほら、怖いけど言わなきゃ。頑張って。それは聞ける相談だな。我が輩はこの地でやらねばならないことがある。これ以上貴様にかけていられる時間はない。もう一度言う。され、人間。言っても聞かぬという顔をしているが、それならそのくらいにしたまえ。ん？誰だ。何、名乗るほどのものでもないさ。だがそうだな、今は探偵デジモンの手でも呼んでもらおうか。探偵だと。クレニアムモンと思うとさ。どうか、ここは武器を収めてくれ。どうしよう、怖そうなデジモンがもう一体増えちゃったよ。人間どもの真似事とは、物好きなデジモンがいたものだ。だがこの企画、貴様ただ者ではあるまい。貴様が何者であれ、我が輩の邪魔をするのなら排除するのみ。誤解しないで、邪魔をする気は毛頭ない。私は君と同じ目的、次元の狭間に消えたアルフォース V ドラモンを探しにここにやってきたのだから。貴様もだと。ああ、こちらも少し分けありでね。それ以上のことは話せない。この辺り一体、まるで細胞のような細かいデジタルウェーブが漂っている。この情報量からアルフォース V ドラモンの気配だけを探るのが至難の技だ。だが私なら彼のいる大まかな位置を捉えることが可能だ。ん？どうだろう、少しは役に立てると思う。ここは私と手を組まない。私の正体を疑問に思うのはもっとも。今は同胞を助けるため力を尽くせる。いいだろう。そこの君、君はクレニアムモンに早く立ち去ってほしいと言っている。さては、ここの職員に頼まれて彼を立ち退かせにやってきたのではないか。初歩的な推理。私と彼はアルフォース V ドラモンと呼ばれるデジモンを探している。彼はつい最近起こった大規模な、君たちで言うところの怪現象に巻き込まれ、この新都庁の上空に残存する次元の歪みの中で消えてしまったのだ。何、細かいところは聞き流してくれて構わない。だが私たちを手伝い、彼を連れ戻すことが叶え、無用な争いを避けてクレニアムモンここから立ち去らせることができるのは確か。どうだろう、お互いの利益のためだ。君も私たちに手を貸してくれないか。少なくとも私は危機に瀕している同胞を助けたい。ただそれだけのためにここに。決して人に危害を加えたりはしない。信じてはくれないだろうか。どうする。うん、わかった、私も信じるよ。それでは決まりだな。人間の手を借りるだと。貴様、正気か。今はそのようなことを言っている場合ではない。アルフォース V ドラモンの救出にはもはや一刻の猶予。手が多いほどアルフォース V ドラモンを救出できる可能性も高くなる。人の子よ、勘違いするな。我が輩は決して貴様ら人間を許したわけではないぞ。これで臨時の救出部隊は整ったわけだ。さて、この先からアルフォース V ドラモンの気配を感じる。私が座標を固定しよう。クレニアムの入り口を開くのは君に任せる。承知。今だ。さすがはクラウソラス、空間ごと切り裂くとは
敵に回らずに済んでよかったというものだな。この程度慈悲にも等しい。先に行くぞ。さて臨時の助手君、今私たちはこの空間に強制的に次元の歪みへの通り道を作った。この状態なら人間でも問題なく歪みに踏み込めるはずだ。さあ友の救出を始めようじゃないか。なんだかやってることが別次元だよ。この中本当に入って大丈夫なんだよね。怖いけど依頼のためだもんね。行ってみよう。無事に入ってくることができたようだな。うん、すまない。前言を撤回しよう。どうやら無事とはいかなかった。たとえ大規模な迷いが現象が起きた後でも、生身のまま次元に干渉することはできないというわけ。かいつまんで言うと、今の君は電脳体としてネットワーク上に浮いている。つまり体と精神が分離してしまう。君の肉体は意識のないまま六本木の屋上に倒れているというわけだ。それって大丈夫なの？早く戻った方がいいんじゃ。何、問題ない。こんなことはそう簡単には起きない。だが前例がないわけで、私の身近にもっと不可思議な状態になった人物がいてな。それに比べればどうということもあるまい。このネットワークから出ていけばおのずと肉体に戻れるはずさ。だが長いは気の道だな。問題ないとは言ったが、厳密に言うならばしばらくは問題ないに正しい。このまま体と精神が離れた状態を長く続けると、完全に分離されて戻れなくなってしまう可能性もある。この空間で君自身がダメージを受けてもしかりだ。心して調査に当たってくれ。つまりここに長くいると元の体に戻れなくなるってこと？大変だ。私たち成り行きでとんでもないところに来ちゃったよ。とにかくアルフォース V ドラモンを探せばいいんだ。